はい、おはようございます。ラスカルでございます。ちょっとね、今日のオープニングは歩きながらね、手持ちで撮影しているので少しね、手ぶれしてたらすいません。今日のお店さんは僕もね、大好きなお店なんですけれども、行けるのがね、めちゃめちゃ久々で楽しみなんですけど、本日向かっているお店は俵飯さんでございます。俵飯さんといえばデカ盛りで有名で、ご飯物がメインの中華料理屋さんなんですけれども、この俵飯さんのメニューはもともとね、めちゃめちゃでかいんで、今回はね、デカ盛りっていうわけではなくて、何種類かね、メニューを注文して好きなだけね、好きなメニューを食べていこうと思います。まあそんなこんなでお店の前到着いたしました。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。いやね、このね、感じものすごく懐かしいです。で、これね、先ほどご説明した通り、俵飯さんもいろいろメニューがございまして、ご飯物からね、麺物いろいろあるんですが、プラスアルファで並盛りと大盛りあるんですけれども、並も小中大と、で、大の方も小中大ってありまして、これ俵盛りってのもあるんですよ。プラスアルファね、メニューもこのメニュー表のみだけではなくて、特番メニューということで、日替わりがね、何種類かあって、これがね、また俵飯さんを通いたくなるポイント。卓上のメニュー表ももちろんなんですが、特番メニューもね、ぜひ注目してみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ただいまね、先にいただき飯とガーリックチャーハン到着いたしました。ラーメンはね、後ほど来るってことなんで、冷める前に早速いただいちゃいましょう。いただきます。って思ってたらね、チャーシュー麺も到着いたしました。もうね、この3品を一気に作るのがもうさすがの手際ですね。これ、いただき飯の上のこのトッピングからいただきます。これね、唐揚げにね、カレー麻婆がかかったメニューでございますね。いただきます。うまい。うん、やっぱりね、俵さんちの唐揚げはもう一味も二味も違う。めちゃめちゃうまい。うん、うん、この音聞こえてるかな、サクサク感。こんだけね、ラクラクにあんがかかってるのにサクサクなんですよ。うん、うま。ただね、これ丼なんだけど、トッピングとか具材がすごすぎて全然ね、ご飯にたどり着かないのよ。だって器の比率的に多分具材の方が多いからね。うん、そしたらね、ちょっと伸びる前に生姜チャーシュー麺もいただいちゃいましょう。スープもあっさりしてるんですけど、中華料理屋さんらしい油の風味、これもしっかり効いてて、それ以上にね、生姜の風味がものすごくいい。店さんはね、高知の四万十出身で、よくね、お店の方でも四万十野菜を使ったメニューがね、結構販売されてまして、これもね、四万十の生姜を使ったメニューなんですけど、めちゃめちゃうまいね。これがね、俵飯さん自慢のチャーシューでございます。中華らしい縮れ細麺ですよ。あー、合うな。俵飯さんといえばね、やっぱりインパクトがすごいんで、丼物とかご飯系が注目されがちなんですけど、麺類もね、本当に美味しいんで、ぜひね、皆さんには麺類も食べていただきたいです。これさ、ご飯とも行きたいよね、これ。うわ、うまそう。いただきます。米が合う。うま。
うん、あうまめちゃめちゃ今日もうまい。そうです、たまんないですねこれ。いやこれはたまんないな。うん、カレールーとかは結構味付け濃いめなんですけど、ルーとご飯の間に野菜が入ってて、その、ね、野菜がいい感じにさっぱりさせてくれるんですよ。濃いものご飯ものってきてさっぱりしてっていうこのね無限ループで、本当にねスプーンが止まらない。うん、ちょっとこれ出来たてのさ熱々のうちにガーリックチャーハンもね一口いかせてください。うわめっちゃガーリック効いてる。うまっ、なんだこれ、うん、ダメだ止まんないわこれ、うん、やっぱ中華屋さんのカレーってすごいね。お米自体はね結構しっとりしてるんだけどちゃんとねほぐれるのよ。このチャーハンマジでうまい。今日ダメだ止まんない。でこれちょっとさっきね麻婆あんが海苔くんが買ったらしいんですよ。なので、ね、ちょっと別皿でも追加でこのあんいただいてますんで、とっくわいっちゃいましょうこれ。うまガーリックチャーハンとかも普通のお店で頼んだらチャーハン2人前以上は絶対入ってんだけど、これ1品で950円なのよ。値段もねめちゃめちゃ安い。でさ、今ねお店の方に向けてるカメラには映ってると思うんですけど、店主さんのね鍋振る姿めちゃめちゃかっこいいよね。正直ね今回どのメニューも大サイズ頼んでないんですよ。しかもね気になるメニューも結構あるんで、食べ終わったら、まあ、追加でねちょっと頼もうかなと思ったんですけど、並盛り系3品で結構お腹に溜まってるね。それぐらいね一品一品が量多いのよ。うん、なんかこう動画見てくださってる方もどうしても波盛りでも大きいんでしょって方がいるんですけど、はい、もちろん波の小とかもあったり、相談すればもうちょっと減らしてもらったりも全然できるんで、なんかもうどんどん来てほしいですよね。ありがとうございます。うん、ということでね、大間注文させていただいた3品すべて完食いたしました。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、タワラメシさんで好きなメニューをね、3品いただいてきたんですが、撮影で食うのも多分ね、2、3年ぶりとかだと思うんですけど、やっぱりね、最高に美味しかったです。もう正直ね、
いろいろ回ってますが、僕はここ以上に美味しい丼物を知らないです。僕の中ではもうピカイチダントツで好きなね丼物のお店なので、ぜひね皆さんも田原飯さんで美味しいこの丼物、まあ、丼物だけではなくてもね、まあいろいろな一品物でしたりとか田原飯さん楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、いや改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。やっぱうまいもん食った日の撮影は幸せっすね。